はい、どうも、木村です。佐野です。お疲れでございます。はい、今回もですね、管理会社さんで働いていらっしゃる、友塚さんにですね、いろんな、不動産投資における管理会社の視点からですね、いろんな、ためだけのお話を聞かさせていただきます。今回は第4回目になりますね。はい。今までのシリーズ見てない方も、ぜひ見た方がいいと思います。はい。で今回ですね、不動産投資で成功する秘訣、これよくあの不動産投資家側の方でとかコンサルタントの人がいろいろ言うことはあるんですよ。ね、やっぱりね。でもそれに対して不動産管理会社さんから見て、いわゆるオーナーさんとね、本当に数百人でしたっけ、そうですね、支店の支店さん、お店としては数百人とお付き合いしている。あと十何年間お付き合いしている、まあ、何百、何千人とかこう見てきました、ね、何百もしますよね、はい、そういう中でうまくやっている、成功している、という人、まあ、逆に言うと、なかなかうまくいった人が反面なんですけど、どうやるといいのかっていうのをですね、聞いていきたいと思いますので、これは不動産投資をやる方には非常に価値になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、どうでしょうか、ね、どうでしょうか、どういう方が、こうする方でもいいし、こういう性格でもいいですね。こういう性格ですか、ね、こういう行動をする人でもいいし、こういう性格をする人でもいいし。ああ、なるほど、そうする、じゃあ最近、どちらでもいいですね。最近ですね、私が付き始めた、オーナーさん、投資家さんで、今回1棟目の買われた方の成功事例なんですけど、まず、フットワークの軽い。あ、フットワーク、はい、どんなフットワーク、フットワーク、まず、ご自身の物件に、はい、なんですね、すごく 愛着があるとか、ある方なんですよ。はい、で、2週間に1回、ちょっと距離を離れてる方なんですけど、2週間に1回、物件を見に来て、掃除をご自身でされてる。本当ですか、はい、こういらっしゃいます、実は。まあ、といっても、電車で50分ぐらいの距離。ああ、じゃあそんなに遠くはないですね。そんなに遠くはないですね。はい。うん。でも管理は一応任せていただいて。ただ、俺もしてるんですよね、管理。はい。でも自分は掃除して。ご自身でやりたいっていうことで。あ、そうなんですね。はい。まあ、なんて言うんでしょう。やっぱり、自分の物件だし、はい、しかも買ったばっかりの。買ったばっかりの。ああ。始めたばっかり、しかも不動産ちゃんと現場を知っておきたいっていうことなんだと思いますね。ちゃんとやっぱ現場が主ですからね。そうですね。でこの親様に関しては、お母さんに関しては、本当にお店によく来ていただけます。ああ。はい。まあ、物件だけじゃなくて、管理会社さんにも、はい、そうですね。そうですね。で必ずお菓子か何かお持ちいただいて。大事ですね。はい。お付き合いがちゃんとしてるんですね。そうですね。うん、お菓子、まあ、お菓子も大事ですけど、その気持ちですよね。そう、気持ちですね。そう、私ね、まあ、最近はお菓子なんですけど、初めの頃はお菓子だと目立たないじゃないかと思ったから。そうですね。うん。実はこれ本も書いてあるんですけど、カップラーメン。ああ、はい。箱で買って、はい、担いで大きいのをドンと置いて。はい、いつもそこまで忘れてるでしょうということで、カップラーメンをよく持って行ったりしました。すごい助かります。はい。で、私その箱に自分の物件も覚えてもらおうと思って、はい、物件名書いてね、はい、何々アパート、アパートじゃないですけど、はい、物件のオーナー木村って両方の名前貼っといたんですよ。はい、覚えてもらおうと思って。はい、木村は覚えてもらえるより物件名覚えてもらおうと思って。いや、そうですよ。現実はね。と、いうことで、やっぱこれは大事ですか。いや、大事です。このフットワークと、まあ、ご自身の考え方もそうなんでしょうけど、うん、現場に、まあ、向いていただくのもそうですし、その私どもとの、そのお付き合いが、すごく上手な方は、これ、多分。でもこれって思い返せば、一番最初に、はい、うまくやっているオーナー、そうですね、嫌われる方と、ね、あ、そう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 、はい、好かれる人。それない人っていうのを見たくなって、結局これって現場が大事なので、そうです。自分の物件を、把握されるわけじゃないですか。そうですね。
ちゃんと分かって、お付き合いってことは大事だった対話。対話ですね。対話、対面していただいている方ですね。ですから、何かあったら対策がすぐできる。はい。まあ、買ったばかりなら多分すぐは、あ、でもあるでしょうね。そうですね。分かんないですよね。例えば、閑散期が例えば8月に来るってたら、はい、ちょっとなかなか繁忙期よりは埋めにくいじゃないですか。そうですね。ちょっとしましょうかって話してるわけじゃないですか。はい、そういうのをちゃんとやってる。やっていただいてる。結局これになるわけですね。そうです、そうです。本当にお話しした管理会社と、うん、まあ、その営業担当もそうですけども、はい、連絡が取りやすいという。一回からコミュニケーション。コミュニケーションですね。はい。あとは何かありますか。あと。これが主にしてあとは本当にコミュニケーションの中で、その建物の状態を、オーナー様が質問してきていただいたりとか、この家賃ってどうなるの、決まるのとか、本当にオーナー様からの条件提案と、決まらないんだと言ってきてほしいっていう、上からじゃなくて、その対等でお話ができる関係、なるほどね、の方は本当に僕たちは愛すべきお客さんですね。できる関係。関係ですね。これ大事ですね。いや、大事です、大事です。本当に上から、いろんな業界もそうですけど、上から来られると、人間としては拒否反応が、しますので。まあ、ちょっとぐらいでしたらいいんですけど、はい、ご年齢もだいぶね、上の方も多いので、僕たち若いスタッフも多いので、はい、まあ、多少上からでもいいんでしょうけど、まあ、敬語まではいかないですけども、その話しやすい言葉でお話しいただけると、すごくやっぱり僕たちも提案がしやすいですし、いいお客さんをご紹介しようと思います。そうですよね。はい、結局、対面につながりますよね。そうですね、やっぱり相手が上からとか硬い感じだと、はい、萎縮しちゃったりもね、そうです、ね、するし、はい、本当はいい入居付けに、はい、実はこういういい案があるんだけど、ちょっとこれ言うとキャーってきそうだなと思ったら言えませんもんね。そうですね、はい、これ大事ですね。姿勢ですよね。姿勢です。はい、なるほど。はい、ここは、はい、成功していただけるコミュニティだと思います。これは本当にまあ、難しいことじゃないと思うんですよね。はい、はい、簡単なこと、簡単、まあ、まあ正確にも言っちゃいますけど、はいはい、そうですね、はい、正確、まあ、でも、ね、僕は自分の性格を抑えて、例えば自分これっぽいなと思ったら、ちょっと抑えてっていうところは、やんないとダメですよ。そうですね、まあ、たまに怒っていただいてもね、やりすぎだよって言ってもらってもいいんですけど、はい、ここの2つに関しては、絶対その成功するための、秘策として、はい、覚えていていただきたいなと思いますね。はい、あとは、もう一個だとすれば、管理会社の店長さんを捕まえちゃうということですね。はい、やっぱり上の人と仲良くなった方が。その店長さん捕まえちゃって、店長さん、この間つけてくださいよって言った場合、店長プレッシャーなので、つけるしかないということですね。はい、まあ、これは、まあ、ちょっとしたテクニックですけど。店長を捕まえる。はい、まあ、何でも トップというか、営業を抑えるって、はい、これ営業でもそうじゃないですか。そうですね。うん、はい、これね、私もこれを意識してましたね。あの筋を振り返ると、やっぱり、はい、申し訳ないですけど、担当者ともちゃんとやりますが、はい、それだけだとっていうのはあるので、そうですね。だから、例えば挨拶に行った時を付き合う時にもね、自分は担当の人はもちろんお話しますが、はい、ちょっと時間を取ってね、はい、事前にちゃんとアポを取って店長さんも挨拶しないでっていうふうにしてちゃんとつながっておく。そうですね、うん、すごくやっぱり重要だと思います。ですよね。はい、で店長から指示があると部下もねやらずにないっていうのもあるし。そうですね。あ、そうです。そうです。やっぱりね、やっぱりだし、そうなので、やっと決めてやってくれよ。そうですね。よく来てくれるからさ、とかって言えば、ねはい、あ、店長もそう言ってんだな、そうなんだろうなと思うじゃないですか。そうそう、おっしゃるとおりです。はい。はい。
まあ、僕この職業ですけど。あ、今そうなんですね。そうですね、社員と一緒にご飯取り行こうよ、木村さんの件つけてみたいな、つけてくれたらご飯おごりよとか言うと部下に対して。あ、そうそうそう、そこまで言うんですか。僕もたまにあります。あ、そうなんですね。はい、そうです、そうです。そのためにやっぱり私もね、店長さんと仲良くためにご飯とか、あ、そうですね、ちょっと行った方がいいですよね。で、はい、私もね、札幌なんでそんなちょくちょく行けないんですけど、はい、でも行ったらですね、はい、うん、やっぱり、まあ実は相互なんですよね。2泊してどっちかのどっちかのって、おごり合うんですよ。そうですか。うん、で、店長は私を接待してくれて、私は割と現場、あ、はい、うん、課長以下とかね、はい、そういう人たちに連れてくれって言われて、はい、まあ、重なる人もいるんですけど、はい、それで2泊、うん、やっぱり札幌の飲み食い美味しいじゃないですか。いいですよね。うん、はい、で私も楽しみなので、ね。そうですよね。はい、そうなんですよ、やっていただけるとやっぱり人間関係こちらにつながってきて、やっぱそこはもう本当に同じ物件あれば木村さんのところっていう、はいはい、気持ちになります。前も言ってましたけど実際あるんですよね。そういう差がありますね。してください。そういう差が実際ありますから現実あります。そうするとね、会社員の女側ってなんか借地上位に考えてしまうようで、でちゃんと契約結んでるし、はい、うん、やってくれるんだろうなと思いがちなんですけど、はい、でも違うっていう、非常に何て言うの、アナログな世界で、そうです、本当そこですね。独人的だというか、そうですね、差がつくっていうのを覚えてください。本当に、本当におかしい子で大丈夫です。え、おかしい一つで、あ、おかしい、持ってね、はい、年に何回のことは、あ、全然そんな、頻繁に行く人はいいんですけど、そうですね、やっぱり1年間にゼロはないですよね、さすがに。そうですね、1回、2回とかはやった方がいいですよね。そうですね、もしいらっしゃれるんであれば、まあ、遠方の方はちょっと無理だと思うんですけど、でも遅れとか、はい、遅れ遅れてとか、そうですね、電話するとかね、はい、うん、そういう心遣いって、お付き合いが、もうお付き合いなんですよ。そうなんですよ、契約っていうよりもお付き合いって感じです。そうなんですよね、一心同体と、はい、そうなんですよ、はい、どうだ。そうですね、まあ、でもこの3つが主に大きいところですかね。細かいところを言えば本当に、ね、立地だったりとか物件の良さだったりとかいろいろ出てきちゃうんですけど、それはもうハードな部分になってきちゃうんで、人間関係が多分これ前回の動画でも話したと思うんですけど、間取りとか、築年数とかはあんまり関係ないですね、成功に引きに関しては、はいはい、なので成功するためには新築の築浅さんが駅前を持ってても決まらない物件は決まらないんです、はい、本当にここの部分が大きくなってきて、決めてあげたい決めたいっていう、心理をオーナーさん、まあ、僕も2個持ってますけど、うんうん、オーナーさんとして、はい、店長だったりとか会社に社員と現場人間にどういう気持ちになっていただけるか、うん、っていうところが多分この成功をしていただけるところかなと、うん、はい、私にきっと今聞いて同じちょっとこれはねかもしれませんけれども、あえて言っておきたいのは、はい、やっぱり成功って結局入居じゃないですか。そうですね、入居付けですね、はい、入居です。で入居付けの時を考えると、まあすんなり決まることもありますけど、何か条件変更というか、はい、譲る、はい、例えば家賃1000円だっても3000円だっても決まるとか、はい、1ヶ月遅れてもいいんだったら決めるとか、はい、あるじゃないですか。ありますね。そこをご提案、こういうことやってればまず提案来るじゃないですか。はい、提案。そうですね。これはですね、やっぱ飲む、ある程度飲むことじゃないかなと思いました。あ、それをやっていただける貸主さん、オーナーさんはすごく。ですよね。はい、まあ、100% 何でもすぐ飲めとは言いませんけども、はい、でもちゃんと理解して、はい、そこまで言ってくれてるんですねと。で提案はやっぱり、ある程度飲むと。そうですね。それで見ると、やっぱり加入者さんはその提案であればもう決まるってことを言ってくれてるんですよ、ね。あ、もちろん、ここはですね。ある程度飲むと。ある程度アグリー、OK、出すと。そうですね。ですよね。はい。と決まるし、はっきり決まるの大事だし。大事、はい。気持ちいいでもいいじゃないですか。そうですね。評判もあるじゃないですか。はい、いいことづくりです。そうですね。いや、ね、これはそんなに理不尽なこと言ってこないです。私の今まで振り返ってみると、はい、そんな理不尽な、こっちに不利なこと言ってこないです、う
かなり現実に即して、そしてオーナーにとって良いから言ってくれるんですよ。そうですね、ここを譲っても今決めた方がいいと思ってくれてるから提案してくれるんです。そうですね、はい、何でも飲んだ方がいいですよ。そうですね、ですよね。私たちも家臣さんに嫌われたくはないので、ですよね、むちゃくちゃなこと言いますよ。はい、疑って語る人もなんかたまにいらっしゃるようなんですけど、はい、そんなことやってちゃんと考えてやってくれてるので、はい、どうですかね。ありがとうございます。はい、はい、非常に重要なためになるお話でしたね。もう本当これちゃんとやってればね、まあ物件買うっていう要素はこれないですけど、買った後はこれやってればもう成功の道に進むということだと思います。はい、まあこういったことを含めてですね、不動産土地に関するいろんな農家とか、国費情報というかね、最新情報とかも私の LINE アットで、配信しています。このリコーラーにあります LINE アットの登録していただければですね、ほぼ毎日いい情報を配信しますので、それを受け取ってみてください。また この動画最後まで見ていただいた方、特典としてですね、もしご相談事項があればこの LINE アットのメッセージいただければ、できる範囲で、ご相談に乗りたいと思います。はい、今回ありがとうございました。ありがとうございました。LINE アットにご登録いただいた方に2大特典を無料でプレゼントします。 YouTube では公開していない極秘ノウハウ動画13本、無料通話アドバイス、詳しくは動画説明欄をご覧ください。